生産性の未来。中小企業であろうと大企業であろうと、生産性は組織が成長し繁栄するために必要な燃料です。企業の生産性に影響を与える要因は何でしょうかプロセスの標準化は、生産性と品質の向上に役立ちます。紛失物の創作は時間を浪費し、生産性に悪影響を及ぼします。新入社員は慣れるまで時間がかかり、 一般的に経験豊富な社員よりも生産性が低くなります。成長企業では新入社員による生産性の遅れに直面する可能性がある。技術職社員の不足は企業が新しいビジネスチャンスを得るために強力な IT インフラを構築しコンピューティングリソースを更新する能力を低下させる。ワークスペースのデザインもワーカーの生産性に影響を与えます。 刺激的で整理整頓されたワークスペースはワーカーのモチベーションを維持することができます。生産性とはどのようなもので、どのように管理すればビジネスを成功に導くことができるのか、その方法をご紹介します。生産性の定義。生産性の議論は、この言葉の背後にある意味を考えずに行うことはできません。生産性とは、 アウトプットの量とインプットの量の比率と定義されます。簡単に言えば、資本や労働などの投入要素が与えられたアウトプットを生産するためにどの程度効率的に使われているかを測定するための式である。生産性はまた、経済成長やパフォーマンスの指標としてより大きな範囲で使用されている。OECD コンペンジウムオブプロダクティビティは OECD 諸国の生産性動向を測定するために国際的に比較可能な指標を公表しています。これらのトレンドは経済成長における労働と資本の役割、生産性が国際競争力とどのように結びついているか、生産性と賃金の関連性などといったトピックを洞察するためのものである。生産性は単純な概念かもしれないが、その結果は広範囲に及ぶ。 生産性の動向を調査すると、その重要性と経済や私たちの生活のあらゆる面に与える影響が明らかになる。生産性とは、与えられた結果を生み出すために、投入された要素がどのように活用されたかを定義するものである。企業における生産性とは生産性が高いということは、企業が組織資源を最適かつ効果的に活用していることを意味します。 前にも述べたように生産性は組織が様々な資源をどれだけ効果的に利用しているかを測ることができます。組織ではその規模の大小に関かかわらず労働力、材料、資本などのインプットが何らかのアウトプットを生み出しています。マネージャーの主な仕事はインプットを増やすことなくアウトプットを最大化することです。ここで 生産性を表す簡単な公式を紹介しよう。生産性アウトプット、インプット。ローコスト戦略を重視する組織では、生産性はさらに重要です。上の式からわかるように、生産性のレベルを上げるということは、最小限のインプットからより多くのアウトプットを得るということに他なりません。これは、より良い結果を得るためのコストと投資の低減につながります。 生産性比率は以下のような様々なレベルで算出することができます。単一業務、部門、組織。生産性比率は単一の業務、部門、組織、または国全体など様々なレベルで算出することができます。これらの生産性比率はすべてのレベルにおいて非常に重要です。ビジネスにおいては、 労働力の必要量の計画、財務分析、設備のスケジューリング、その他多くの重要なタスクに使用することができます。また、企業の競争力を決定するものでもあります。非営利団体では、生産性を最大化することで、コストを削減することができます。生産性は、各国の経済状況も明らかにすることができる。 生産性の伸びを計算することで、各国のインフレ率や生活水準を把握することができる。生産性の向上は、経済に付加価値を与え、インフレを抑制し、国民の生活の質を向上させる。生産性指標は、個人、部門、組織、さらには国全体のパフォーマンスを測定するために使用されます。企業における生産性の計算。 企業の生産性は様々な基準で測定することができます。組織は次のような基準で生産性を測定することができます。一つのインプット、部分生産性。一つ以上のインプット、多要素生産性。すべてのインプット、総合生産性。生産性の測定はお客様独自の要件に応じて使用することができます。 単一要素の生産性を把握したい場合は、部分生産性測定が有効であろう。例えば、労働生産性を把握したい場合は、労働を入力指標として選択します。部分尺度は、オペレーションマネジメントに有効です。また、生産性の式に2つ以上の入力を追加することで、多要素生産性を測定することができます。より包括的に外観するには、 すべてのインプットについて生産性レベルを測定することができます。このようにインプットを変化させることで組織の様々なレベルで達成された生産性を簡単に測定することができます。生産性の重要性。生産性向上による継続的な改善。生産性の測定は複数のレベルで有用な洞察を提供します。これらの指標は 個々の部門や組織におけるパフォーマンスの追跡を容易にするために使用することができます。生産性のパターンを研究することで、管理者はパフォーマンスを監視し、問題解決を通じてパフォーマンスを向上させることができます。例えば、ある部門の生産性が低下した場合、オペレーションマネージャーはその根本的な要因を突き止め、将来的に全体の生産性を向上させることができるのです。 生産性は競争力をもたらす。生産性は世界中のビジネスリーダーが懸念している競争力と密接に関係しています。もし、二つの企業が同じレベルのアウトプットを出しても、一方の企業がより少ないインプットで同じ結果を出せば、後者はインプットのコストを削減することで、より低い価格を請求したり、利益を最大化することができます。 市場競争力を維持するために企業は生産性レベルを最大化する必要があります。生産性の向上は生活水準を向上させる。国家の生産性は国民の生活の質に関係するため政府にとって大きな関心事である。生産性の高い国は高い生活水準を享受している。 物価や労働賃金の上昇と生産性の向上が連動していなければ、経済はインフレに陥る可能性がある。生産性に影響を与える要因。組織の生産性には様々な要因が影響する。有用な指標の一つは、工程部止まりと呼ばれるものである。これは、製品が関与する分野では重要である。工程部止まりとは、生産物。 すなわち良品、不良品と使用した原材料の数との比率である。サービスに関しては、工程部止まりの測定は特定の工程に依存します。しかし、サービスの生産性を測定することは、製造業の生産性を測定するよりも難しい場合があります。指摘活動を伴うため、定量化がより困難なのです。ここでは、 生産性に影響を与えるいくつかの要因の概要を説明します。プロセスの標準化は生産性と品質の向上に役立ちます。紛失物の創作は時間を浪費し生産性に悪影響を及ぼす。新入社員は慣れるまで時間がかかり一般的にベテラン社員より生産性が低い。成長企業では 新入社員による生産性の遅れに直面する可能性がある。技術職社員の不足は企業が強力な IT インフラを構築し、コンピューティングリソースを更新して新たな機会を獲得する能力を低下させる。ワークスペースのデザインもワーカーの生産性に影響を与えます。刺激的で整理整頓されたワークスペースはワーカーのモチベーションを維持します。 ンボで生産性を向上させる。幹部は企業が生産性を監視・管理し、最高の結果を得られるよう支援することに重点を置いています。ンボでは組織や部門が生産性を向上させるために多くのステップを踏むことができます。すべての業務の生産性指標を開発する。生産性の測定なくして、業務の管理・制御はできません。 そこで登場するのが、カンボの分析機能です。カンボプラットフォームには、様々なレベルの活動を測定する広範な分析システムが搭載されています。この測定は、改善のためのプロセスを実行する前に行う必要がある必要なステップです。カンボでは、カードとして知られているタスクなどの標準的な指標を利用することができます。ここでは、 看護のカードやタスクから得られる有用な知見を紹介します。カードの進捗概要。看護はカードのステータスを取得し、カードに付随する役割ごとにカードの配分を表示します。これにより、管理者は各タスクの進捗状況を把握することができます。進捗状況とステータスの詳細については、こちらをご覧ください。有益なインサイト。 カードのモニタリングを通じて、各カードの完了までの残り日数、期限切れカードの数、各カードの進捗状況、ボード内のアクティビティ指数など、有用なインサイトを導き出すことができます。インサイトとフィルターに関する詳細はこちら。累積フローズ。累積フローダイアグラムは、過去30日間のステータスやリストによるカードの分布と、その様々なステージをボードに表示します。 アクティビティダイアグラム。この図は、ボード内の過去30日間の毎日のアクティビティ数を表示します。サイクルタイムヒストグラム。このダイアグラムは、カードを完成させる日数に対する依存度を表示し、与えられたワークアイテムやタスクを完了するためにどれくらいの時間がかかるかを確認することができます。サイクルタイムヒストグラムは、 過去14日間のこれらの依存関係を表示します。また、独自のビジネスニーズに合わせて、看望の情報セットに基づいてチャートを作成することもできます。ダイアグラムと看望分析の詳細については、こちらをご覧ください。組織のマルチレベルの概要を把握する。管理者は、システム全体を見渡しながら、どの業務が最も重要かを判断する必要があります。 そのためには、組織内の複数の階層から正確な情報を得る必要があります。これにより、どの業務が重要で、全体の生産性を向上させるために、どのような対策を講じるべきかを理解することができます。幹部のプラットフォームは、組織内のあらゆるレベルの業務に関するあらゆる情報の流れを管理するために、相互に接続された様々なツールセットを提供します。 管理者は、これらのツールセットを活用して、今現在働いている人々に届くため、より良いインパクトを与える施策を実施することができます。ここでは、情報の流れを管理するための官母の様々なツールセットを紹介します。コラボレーションは、仕事のプロセスに意味を与え、個人のやる気と力を引き出すためのアイデアを呼び起こします。強調、 現在の目標を常にアップデートし、問題を早期に発見し、完璧な調和を保ち、ビジネスを360度見渡せるようにします。ワークスタイル、プロジェクトの種類や好みのワークスタイルに合わせて、適切な方法論を用いて、プロジェクトやプロセスを変化に適応させることができます。プランニング、プランニングと実行を効率的に組み合わせることで、より早く結果を出し、 オーバーヘッドを削減することを支援します。アナリティクスは、貴重なデータをリアルタイムに把握することで、十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことを可能にします。生産性向上のための手法開発。生産性向上に役立つ情報をすべて収集したら、次は組織内で生産性向上のための仕組みを構築し、開発することです。そのためには、 従業員からアイデアを募ったり、競合他社や他部門がどのように高い生産性を実現しているかを研究したり、あるいは仕事のやり方を見直したりすることが必要でしょう。カンボはこのプロセスを簡略化し、カンボボードやボードテンプレートを使って、業務プロセスやチームワークを直接的に大きく改善することを可能にします。カンボのテンプレート作成に組み込まれたメカニズムにより、 以下のことが可能になります。完全なプロセスマップ、タスク、ドキュメントを含むボードのテンプレートを作成し、チームと共有し、ゼロから始めることがないようにする。既存のテンプレートを編集して改善し、既存のプロセスを最新バージョンに更新する。組織に役立つテンプレートを考えることができる複数の部署の専門家を集めて、最適な解決策を導き出す。 カンボのボードテンプレートについて、詳しくはこちらをご覧ください。合理的な改善目標を設定する。生産性を向上させるための合理的な目標をある程度設定したら、それを関係する個人やチームが利用できるようにすることが重要です。カンボは、そのようなことを可能にします。ビジネスロードマップボード戦略レベルでは、ビジネスロードマップボードを使用して、 組織の主要な目標の一つを生産性の向上とすることができます。カンボのビジネスロードマップボードの使用方法についてはこちらをご覧ください。ボードの一般情報プロジェクトの目的説明の要素の一つとして生産性向上目標を導入することができるボードです。活用方法はこちらをご覧ください。リストの説明このシンプルなカンボボードは 新しい改善点をチームにアップデートするために使用することができます。プロセスステップとしてのリストの説明文に生産性向上の目標を入力するだけです。詳しい活用方法はこちらをご覧ください。改善をサポートする。経営陣は生産性向上への支援、奨励を表明し、 従業員のモチベーションを高めるために自ら看望を使用して関与を示す必要があります。これには従業員の貴重な貢献に対するインセンティブが含まれることもあります。看望では経営陣の支援と関与が完全に透明化され、誰にでも見えるようになります。ボード、カード、個人の活動の流れを通じて従業員は経営陣が改善に対してどのように反応し、 そのプロセスでどのような役割を担っているかを見ることができます。改善を測定し、公表する。改善策を実行したら、次はその結果を測定し、公表する番です。ここで登場するのが生産性指標です。幹部の核となるのは、多要素生産性です。前述したように、多要素生産性では、 組織が2つ以上のインプットから得られる生産性を計算することができます。多要素生産性に変化がある場合は、以下のような原因が考えられます。マネジメントプラクティスの変化。組織の変化。ネットワークの効果。生産要素のスピルオーバー。調整コスト。規模の経済。測定誤差と不完全競争。 看部が生産性を向上させる仕組み。看部の究極の目的は、組織が目標を達成するのを支援することです。組織に看部を導入することで、業務管理、戦略実行、目標定義、業務活動を可能にするシステムを導入することができます。看部は、以下のような組織の複数のレベルにおいて効果的な導入を実現します。個人の生産性向上。 チームまたは部門の生産性。企業の生産性向上。階層構造でもフラットな組織でも、幹部はすべてのイニシアチブを一家ところで可視化することができます。個人の生産性向上。チームは多くの小さな部品で構成されており、チーム内の各個人の個人生産性は、チームや組織全体の生産性に影響を及ぼします。 個人の生産性は多要素生産性指標の構成要素でもあります。個人の生産性を向上させる方法は無数にありますが、ンボは直感的で包括的なインターフェースにより、それをより簡単に実現します。ここでは、個人の生産性を高めるための一般的なルールとンボの効果的なソリューションをご紹介します。定期的に休憩を取る。 定期的に休憩をとることで、どのような仕事でも集中できるようになります。カエルを食べる。マーク・トウェインの名言、朝一番に生きたカエルを食べれば、その日一日、悪いことは起こらない。シングルタスクを学べあなたが何を信じていようとも、人間の脳はマルチタスクに長けているわけではありません。マルチタスクのプレッシャーを避けるために、一度に一つのタスクに集中する。 モノタスクを指示します。トドリストを使って計画を立てる。仕事に飛び込む前に何があるか知っておくのは理想的です。トドリストを使えば、事前に計画を立てることができます。看護では、マイボードのエリアでこの機能を楽しむことができます。通勤時間を有効活用する通勤時間が長く、非生産的な時間を過ごしている人は少なくありません。 この時間を利用して、一日の計画を立てることができます。看護のリモートアクセスやフルタイムアクセスは、外出先でのプランニングをサポートします。整理整頓をする科学によると、ワークスペースが散らかっている人は、整理整頓されている人よりもイライラする傾向があるそうです。頭をスッキリさせて、目の前の仕事に集中するために、身の回りを整理整頓しましょう。 集中力を高めるために気が散ることをなくす。ソーシャルメディアは現代の労働者にとって悪い意味での気晴らしになることがあります。仕事への集中力を高めるために気が散るものをすべて排除しましょう。ノットツドリストを試してみる。トドリストにはやるべきことが書かれているかもしれませんが、私たちはしばしば。 すぐに注意する必要のないタスクでいっぱいにしてしまうことがあります。そこで看ボでは、アイゼンハワーのテンプレートを使って、緊急度や重要度に応じてタスクに優先順位をつけることができます。良質な睡眠をとる7時間から9時間の睡眠をとることで、脳をリフレッシュし、これからの仕事の準備をすることができます。パーソナル看板を使う。個人用看板は、 人気のある看板方式を個人用にアレンジしたものです。看板は成功する組織のための重要な要素である個人の生産性の価値を強調します。組織は全体に影響を与える個人の行動の集合体です。看ボでは個人の生産性はマイボードと呼ばれる領域で扱われます。マイボードエリアには 特定のユーザーに関連するすべてのタスクとイニシアチブが集められています。これにより、各個人のワークスタイルに合わせた勤務計画を立てることができ、タスクの優先順位付けやタスク型の防止に役立てることができます。チームまたは部署の生産性。チームは単なる機械ではありません。チームは単なる機械ではなく、部品の集合体であり、部品は人です。 このため、チームは、考え、問題を解決し、目標を達成し、成長する生物によく似ています。チームワークはそれを維持するものであり、生産的な仕事は優れたチームワークの結果なのです。自己組織化されたチームであれ、一人のリーダーによるチームであれ、チームが円滑に運営されるためには、いくつかのルールが必要です。これらのルールは、 仕事やコラボレーションをする際に簡単に看護のエコシステムの一部となることができます。チームワークを向上させる原則には以下のようなものがあります。良好な職場環境。良い職場環境は成長のための職場として機能します。また、チームの効率や生産性にも影響を与えます。看護のプラットフォームでは、 健全で機能性の高い職場環境を構築するためのタスクを実現し、改善を実行することができます。目標設定目標が明確に定義されていないと、チームは方向性を見失います。目標は、チームとその円滑な運営の基礎となるものです。ンボでは、ボードの一般情報を入力することで目標を設定することができます。これにより、 チームの各メンバーは自分の行動が最終目標の達成に貢献することを確認することができます。期待値の明確化。チームは透明性と明瞭性によって発展します。明確な期待を定義することであらゆる種類の混乱を解消することができます。看ボでは各タスクに対してコメントやメンションという形で 非同期的に説明や解説を別の文脈として導入することができます。これは生産性を向上させるコンテキストベースの作業です。オープンなコミュニケーションの促進。オープンなコミュニケーションは、官母の DNA に組み込まれています。プラットフォームを利用する全ての従業員は、適切と思われる状況でコメントや発言を追加することができます。 リーンモデルのように生産ライン上で不具合を止めることができるように、看ボではいつでもフィードバックを与えることができます。チームメンバーに自立性を与える。チーム内の個人にも一定レベルの自立性が必要です。組織文化によって看望で自立性を導入する方法は異なります。看ボはコメントや掲示板での言及など表現の自由を促進することで、 自立性の余地を確保しています。ミーティングを見直す非同期で仕事をしよう。チームはしばしば不必要な会議に長い時間を費やしています。ンボは作業の可視性を高めることで、そのような非生産的な会議を廃れさせます。ンボでの非同期作業は、より早く、より効率的で高い生産性を実現します。 企業内の様々な部署がより生産的に作業できる方法はこちらです。企業の生産性。前回、生産性をリソースの有効活用の尺度と定義しました。ンボは、リソースの有効活用が組織の生産性を高めるというコンセプトのもとに成り立っています。企業全体となると、資源の有効活用とはどのようなことでしょうか私たちは、 資源の有効活用とは従業員の知的ポテンシャルを有効に活用することだと考えています。組織の生産性は従業員の生産性と潜在能力に大きく依存します。これには組織が従業員の知的能力をいかに効果的に活用し最高の結果を得ているかも含まれます。ここでは知的労働の観点から 生産性向上に役立つヒントをご紹介します。直接労働の枠を超える。直接的な労働に焦点を当てすぎると思わぬ結果を招くことがあります。生産性の管理は一組のコストではなく総合的な能力をより重視すべきです。マルチファクターレンズで見る。生産性の効果的な測定にはマルチファクターの視点を用いましょう。これは 各生産要素からの貢献度を確認するための指標です。機能面で妥協しない。応印指数は管理者が組織のパフォーマンスに関する質問に答えるのに役立ちます。しかし、この指標は経営者や労働者が理解できる場合にのみ有効です。そのため、数学的な正確さに関しては一定の妥協が必要かもしれません。困難な側面の測定。 測定不可能なものを測定し、経営者や労働者が理解できるような形で提示することは困難な場合があります。公平な比較。生産性指標を使って、リンゴとオレンジを比較するのはやめましょう。そのような比較の結果は、投資の選択、工場の閉鎖、報酬に関する決定などの重要な意思決定に影響を与える可能性があります。マネジャーは、 不公平な比較をして組織に悪影響を与えないように注意する必要があります。落胆しないこと。生産性測定は複雑で、曖昧な部分が多いものです。しかし、正しい方法で使用すれば非常に有用なシステムであるため、管理者は落胆することなく慎重に進める必要があります。ンボの生産性向上効果を測定する。ンボは、 生産性を高めるために必要なすべてを一つのプラットフォームに統合し、戦略、リソース、作業を整合させることができます。これまで挙げた生産性向上のための個々の機能活用の例に加えて、企業の生産性に与えるンボの真のインパクトを計算することができます。ここで強調したいのは、マルチファクター生産性という概念です。それは、 ビジネスの複数の領域や業務に影響を与える可能性があるからです。つまり、官房によって達成された改善と生産性を測定する際には、複数の要素を考慮する必要があります。そこで、官房を使った生産性向上の指標を簡単にご紹介します。社内メールの不要化。多くの組織において、電子メールはコミュニケーション構造の重要な一部となっています。 しかし、このシンプルで一見便利なコミュニケーション手段にはもっと大きな代償があるのかもしれません。調査によると平均的な社員は新しいメール通知に反応するのに1分44秒かかるそうです。85%の電子メールは到着後2分以内に反応します。さらに、電子メールの通知は中断の役割を果たします。この中断から回復して、 ようやく実際の仕事に戻れるようになるまでには64秒かかると言われています。わずかな時間に見えるかもしれませんが、1日に数えきれないほどのメールを受信しているため、この値はすぐに加算されます。看ボは、社内メールを不要にすることで、この分野のコミュニケーションに明確なインパクトを与えています。看ボは、常に目標、プロジェクト、 タスクのコンテキストにある非同期作業に重点を置いています。タスクを完了するために必要なすべての情報は、すでにカード自体に存在しています。このため、文脈にそぐわない情報を提供するために不要なメールを送る必要はありません。ンボの非同期かつコンテキストに基づいたアプローチは、全体の生産性を大幅に向上させます。 適切なタイミングで適切な情報を検索、発見。失われた情報や誤った場所にある情報を探すことは生産性に影響を与える大きなオーバーヘッドになります。IDC のレポートによると、情報技術者は文書の作成と管理に関連する課題の解決に週に9.4時間を費やしています。このうち少なくとも4.9時間は無駄な時間である。 調査によると、ドキュメントの作成と管理に週4時間以上を浪費し、生産性を低下させている可能性があるとのことです。これは、すでに多くの時間を無駄にしているように見えるかもしれません。しかし、これは待ち時間や情報を探す時間など、大きな流れの中のほんの一部に過ぎません。実際にどれだけの時間を浪費しているかは、一概には言えません。 カンボの検索はアルゴリズムとユーザー行動に基づいて結果を表示する検索機能によってそれぞれ行われます。検索結果はユーザーに適切な情報を適切なタイミングで提供するために可能な限り関連性の高いものとなっています。カンボの検索機能は独自の検索エンジンとシェアポイント、オフィス365に組み込まれた検索エンジンをベースにしています。 看望は検索結果を6つのセクションからなる分かりやすい一つの結果ページにまとめます。カード、コメント、ドキュメント、ボード、ボードコレクション、ユーザー。看ボサーチの仕組みについてはこちらをご覧ください。連携強化。新入社員は生産性が落ちやすく、会社の足を引っ張る可能性があることは前述しました。 このような生産性の低下は、幹部の高度な連携機能によって解決されます。この点で役立つ重要な幹部の機能には、以下のようなものがあります。ボード、自分の立ち位置がわかる。幹部のボードは、ワークフローを直感的に視覚化するために特別に構築された作業領域のデジタル表現を提示します。ポートフォリオ、プロジェクト、プロセス、 部門などの包括的なビューを簡単に維持し、作業段階を非常に簡単かつ効率的に進めることができます。カードリレーションとタスクリレーション、看護ボーズ全体で仕事を結びつけ、効果的に実行します。複雑な作業には、常に進化する作業項目とプロセスが含まれ、可視性が急速に失われる傾向があります。複雑な作業は小さな作業項目に分解されるため、 実行の責任はそれぞれのボードを持つチームや部門に分かれます。看護カードリレーションを使用すると、異なるボード間でカードをリンクし、強力なリレーショナルネットワークを構築して、作業項目のつながりを維持することができます。タイムライン、時間をコントロールする。今後の締め切りやイベント、過去の日付など。 仕事に関連するすべての日付をカンボの強力なタイムライン機能で追跡できます。タイムラインはカンボカードやアウトルックから日付を借用して時間を表すインタラクティブな線上にドットとしてマッピングします。カードステータスやワークステータス、進捗状況の表現を定義する。カンボのカードステータスは チームのワークフローの理解に合わせてパーソナライズされたステージを作成することができます。カードのステータスとその関係は、どの看護ボ,ボードでも作成でき、シンプルで効果的な進捗状況の表現が可能です。カードの日付とリマインダー、看護が記憶しているので、あなたが記憶する必要はありません。各カードには、リマインダーのプリセットが含まれています。ユーザーは、 カスタムリマインダーを追加することで、これらを拡張し、期限が来る前にチームに通知することができます。関連するカードをフォローするだけで、締め切りが近づいていることやそれに関連するリマインダーの通知を受けることができます。まとめ。生産性は、組織の成功に不可欠な要素です。生産性を監視し、向上させる方法は無数にありますが、組織は先を見据え、 急速に変化する今日の世界に適した対策を実施しなければなりません。カンボは生産性の未来、つまり高速、非同期競争力のある未来をあなたの組織にもたらすことができる最新のソリューションです。今すぐ未来に備え、カンボのサービスの詳細をご覧ください。